ジェフリー・リチャードソンは、イングランドレスターシャー・アーヒンクリー出身キャラバン、マレーヘッド、ペンギンカフェ・オーケストラの作品で広く知られる、ビオラ奏者で、マルチインストゥルメンタリスト。元芸術学校の学生だったリチャードソンは、1972年に、スパイロ・ジャイラに加入したがバンドは、間もなくして解散し、ビオラ奏者として、キャラバンに加入した。 1970年代半ば、彼は、ケビン・ウアーズ、カフェ・ジャックス、ペンギン・カフェ・オーケストラ、バズ・コックスとのセッション仕事をこなすようになっていった。1978年にキャラバンを脱退したが、1980年には、再加入して、彼らのアルバム、ジ・アルバムで演奏している。その後の経歴としては、マレー・ヘッド、ペンギン・カフェ・オーケストラ、ボブ・ゲルドフのツアーに同行している。また、 マレーヘッドとは、アルバム、ビトウィーンアス、イノセンス、パイプドリームスなどで共演もしている。1993年には、ソロアルバム、ビオラ・モナムールをリリースしており、続いて、キャラバンのバンドメイトであるジム・レバートンと、フォロー・ユア・ハート、プア・ー・マンズ・リッチマン、ザ・エンド・オブ・ザ・ピア・ショーという3枚のアルバムを発表した。2011年に短いツアーを終えたキャラバンにおいて、 現在も活動メンバーであり続けている。ありがとうございます。